はい、ここからは恒例の質問コーナーに行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、この質問コーナーというのは、な、ミニストップみたい。あ、的にね、はい。こちらのコーナーはですね、まあ、今回まあ初対面 の、まあ、2つの団体ということで、はいはいね、普通はなかなかね、打ち解けないというところなんで、もうかなり打ち解けてますね。そっちは平和だな。ちょっとね、なんかこっちは意外となんかいろいろあるよ。そうですね。問題が。このコーナーの趣旨としましては、お互いにちょっと質問を挙げていただきまして、まあ、それを交互にかけることによってですね、まあ、ちょっと無理やり強引にね、交流を図っていこうという。コーナーだったんですけれども、もうだいぶ打ち解けてるかなという感じではありますけどね。はい、ではお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いいたします。じゃあまず最初の、はい、最初の質問はこちらです。お、37.7 度さんから、演劇を始めたきっかけは何ですかというところですけど、皆さん、ね、こちらは高校演劇とかいう、はい、まあ、経験があったということもまずあるんですけど、なんか、演劇というか、まあ、今回ね、結構その例えば吉岡さんは芸人志望であったりとかいうところがあったりとか、そうなんですか、ね、うん、で、まあ、何腹話術好きな後ろからね、レジェンドがね、はい、じゃ演劇、あ、例えば高校演劇をしてた、いない、あ、ということですね。じゃあ、まあ、演劇ともちょっと違うかもしれませんけれども、まあ、例えば演劇はやれたことは、まあでも、そうですね、まあコントといった、急に始めたって感じなんですけど、もともとね、ロックスターの方なんですけども、ロックに行くみたいな、高校演劇とかよくわからないでしょうね、ですよね、うん、で、その方々が、まあ、コントというか、まあ、そういった形で始められた、はい、なんかきっかけというか、うんうん、そうですね、私はなんかもう自分自身がすごいなんかつまらない人間というか、自分で普通に生きてたら何なんだろうこいつみたいな、なんでこいつ生きてんだろうみたいな感じのすごい、なんかすごい嫌な女だったなって思うんですけど、コントとか演劇だと全然違う人になれるじゃないですか。だからなんかそれでもう自分を消してやろうみたいな。そこね、そうです、うん、まあ、いわゆる演劇と同じで、うん、まあ、違う役にとか、そうですね、で、もともと全然高校演劇とかはやったことなかったんですけど、急に思い立ってちょっとやってやろうみたいな、それすごいな、本当ね、やるってやって、もう公演まで、例えば身内でね、なんかちょっとこんなコントやって面白いからできたよじゃなくて、本当に公演を打ってっていうのは、そこすごいなと思うんですけど、でも基本は自分を消すために、自分を消すごめんなさい、ことを思いなみたいになりますけどね、そこはまたちょっと、まあ、まあ変わった経歴と言えると思うんですけどね、なかなか。じゃあレジェンドはどうですか。レジェンド、はい、まあ、慣れてない名前慣れてない、いやいや、レジェンドはね、やっぱ元々ロックやってて、はい、こう東京でこうライブハウスこう回ってたんだけど、ね、うん、そう で、ある時こうふとある時こう演劇やってみたいなってなって、気づいたら東京出てて、で名古屋でこう一花咲かしてやろうぜって、です、ね、こういうキャラいつもロックなキャラ、ロックなキャラですよね、いつもロックなキャラ、いつもロックロック片言かみたいな、いつもロック、おいえ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 、すっごい冷めたみたいな、すっごい冷めたみたいな、はい、じゃああえて37.7度さんの皆さんにね、聞きたいんですけど、皆さんやっぱり高校演劇が最初、私は違う、なんかきっかけって、私は小学校3年生の頃から劇団とミュージカルとかやってて、やっぱりそういった舞台に出るのはもう、まあ、慣れてたというよりは、まあ、やりたかった、そうですね、もう小3の頃からやってて、中学もずっとやってて、で高校演劇で、全部やめて高校演劇一本に集中してって感じだったので、そこはもう並行してないんですね、そこからは。並行はしなかったです、でも小学校から始めるというと、まあ、よくその習い事とか、なんかそういうので、まあ、例えばお母さんが勧めたよとかあると思うんですけど、きっかけなんだったんですか。友達がなんか合唱団とか、合唱団に入ったって言われて、寂しいと思って私も入ったんですよ、お母さんも本当にお願いだから、ちょっと本当寂しいと、寂しい、はい、でお母さんがじゃあ一緒に行こうって言って、行ってくれて、
でそれからミュージカルきっかけで始まります。おお、でそこでなんか合唱団に行くかと思いきや、あ、合唱もやりつ つ、あ、そうなんだ、あの同じグループでやるんですけど、うん、その多彩なというか、そうですそうです、合唱だけじゃなくて、そうですそうです、ミュージカルも、え、まあ、演じることもやっちゃう、はい、おお、なんかすごいですね。第3部までが合唱で第4部がミュージカルみたいな、うん、ダンスもやるんですよ。おお、なんか誰々、あの演歌歌手のリサイタルみたいな最後最後なんかみたいな、あ、なんか、あ、それでちゃんと、まあ、一つの公演というか、うん、その中でそういった、うん、まああのまあ、歌ったりとか、うん、まあ、ミュージカルを前にしたりとか、そうですそうです、いうのを一気にやっちゃうような公演、演じるようなとか、そうですね、うん、はい、ね、すごいですよね、うん、初めて聞きました。あ、そうなんだ。ミュージカルやってた方、うん、話してたんですけど、うん、ダンスとか聞いたことなかった。そうですね。ダンスも。ね、なんか今後そういうのがね、生かされてくる作品とか出てきたら。上手じゃないんですけどね。全然。上手じゃない。多分ダンスもなんかやってみたんですけど、うん、なんか全然私下手だなと思って、うん、そうで、やっぱセリフがあるときが、うん、なんか。ああ、むしろね、そこを私、うん、セリフ喋る方が多分向いてんじゃないできんなと思って、歌全然裏声とか出んけどみたいな感じになって、うん、それで演劇楽しいなって思って、うん、でそこでまあそうです、いたというか、まあ、ちなみにじゃあ遠藤さんに、まあ、高校演劇が初めて、そうですね、うん、大丈夫か、振られると思って、あの質問とかもうあらかじめあのお伝えしてないんですよね、実は本当にもうパッと、すみません、あの説明が足りなかったんですけど、で遠藤さんあはどうです、じゃあその高校演劇にまず演劇部に入ろうと思ったきっかけになると思うんですけど、すっごい簡単で、うん、面白そうだなって思ったんで入りました。それなんか例えば中学の時に高校の公演を見に行ったとかそういうことも、いや中学は吹奏楽部だったんで、あ、じゃああえてその、まあ、大会とかを見に行ったわけでも、そうですね、まあ、新人歓迎公演だったのも見に行ってくれて、はい、それで面白そうだなって思った、うん、これ高校目指したっても大丈夫だと思うんですかね、はい、実はあのね、あのこちらの番組にも以前来ていただきました、ね、あの劇団の翔優、さんですかね、はい、その元となった、まあ、学校というか、はい、北翔陽高校さんというところなんですよね、皆さんが。そうです、実は北翔陽高校さんといえばとんでもなく大きなセッパーっていうイメージが、ね、すごい、そうなんですよ、信号機を作ったり、はい、うん、砂漠を作ったり、砂漠を作ったり、はい、自動販売機を作ったり、なんか違う仕事が始まるのがね、リズムが多い、そうですよね、プール作ったりとか、写真見ま、そうなんですよ、プールの、あのプールのなんていうか、その上上がった上がるところ、なんかその下までを立体的になんか作ってあって、うん、まあ、なんかプール掃除みたいなシーンでしたけど、写真だけ僕見たんですけど、プールだと思って、本当に、うん、この子が主演やった時は田んぼでした。あ、うん、田んぼ見た、それ本当ですか、僕見ました、ああ、そう思った、はい、大会で、ちょっと、あ、いや、修業祭っていうか、あの、学園祭の、はい、学校祭の、はい、ちょっとそれ見たんですけれども、はい、あ、はい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 、思い出しました、あ、うん、本当になんか、すごい時に思い出しますね、ねえ、もう広い本当に会場だったんですけど、舞台上に本当に田んぼが、あぜ道があるみたいな感じで、そこをもう走り回れるような、本当にしっかり作ったって、そのイメージだったんですが、で、ゆきのさんは、きっかけも、演劇に入った理由は、うん、まあ、あの楽しそうだなと思って入ったんですけど、あ、それもやっぱり新刊、そうですね、私は一回大会見に行きました、あ、はい、はい、うん、見に行って、あ、面白そうだなと思って入りました、うん、今はなんかこう逆に高校演劇、うん、部活を引退してから、うん、高校演劇となんか違う面白さに、うん、少し気づいたので、うん、なんか高校演劇と違うものをやってみたいなって今やっております。わかるね。ねえ。演技やってねえって言ったじゃん。やってねえって。モテたがりね。そうね。あの雪乃さんといえば僕実はあの演劇まあ歓喜仲間だったり、ね、すごくよく会います。ねえ、結構1ヶ月に1回ぐらい会います。会いますね。結構それぐらい、まあ同じなんか結構好みというかあったりとか、あとね会場でたまたま本当に隣の席になることが多かったりとか、はい、結構そういうところあったりするんで、演劇好きでもあるんですけども、ね、やっぱりもともとはそういう高校演劇が、まあ、仕掛けになったということで、はい、じゃあ続いての質問に行ってみたいと思います。
お、ムーさんからですね。お、聞きました。特技は何ですか。あ、じゃあこれあえてそちらからレジェンドから聞いてみましょうか。特技、うん、どうかね。ロックだからね、やっぱね。どう代表しようかさ。なんで投げる。どうこの人も。ロック。どう。ロックじゃないね。ロックじゃないね。この人もロックじゃない。ロックじゃないか。変えちゃおう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 。いやいやいや、ちょっと、まだまだ。よっ、よっ、よっ、よっ。まだまだ聞いてない、聞いてない。いや、ロックやっぱ変えちゃうよ。ああ。俺、やっぱね、昨日の自分にさよならだから、今日のやっぱ聞きたいことを聞きたいよね。みんなにとってね。流していいですか。ちょっとだけ聞いてあげてください。ちょっとごめんなさい。昨日見た夢っていうのを聞きたいね。全然ちゃうやん。全然ちゃうやん。全然ちゃうな、本当に。はい。吉岡さん、なんかある？昨日見た夢。私は、昨日は、小学校の、先生の、担任の先生にセクハラされて、はい、やめましょう。知らない人とサンバ踊る夢。楽しそう。楽しそう。で、特技は？やっぱ特技じゃん。面白い夢ない。面白いけどなんかね、なんか流れがね。うん、あ、ちなみに特技は？特技ですか？うん、特技は人並みですけど、うんうん、すぐ吐けます。本当恥ずかしいです。本当恥ずかしいんですけど、人並みで本当恥ずかしいんですけど、はい、すぐ吐けます。ざわざわしてね。めっちゃ面白い。名刺や名刺や言ってはもう自分でその吐こうと思って吐く。あ、そうです、そうです。あ、自ら行くんですか。自ら行くから、自由自在に行くから。あれですね、気持ちいい。やめたほうがいい。いいですか、ね、息をすごいしてるんですよ。おい、聞け。食事中から知られたみたいな、ね。まあ、というのは、なんか、みなかた熊楠って知ってます？みなかた熊楠知りませんか。ああ、なんかね、ちょっと漫画になって、そういうのをね、自在にできるって、ちょっと有名な、なんか金類、最終的にはね、金類とかのなんか学者になった方らしいんですけど、なんか小さい頃にそういうことができるので、まあなんか、うん、嫌なやつにそういうことをやってやったと。ああ、いいですね。いや、そういうことじゃないですよね。でも、ご希望とあれば。いや、ここではないんだけどね。こいつの、こいつ何か持ってるっていう、ちょっと、まあいろいろね、ちょっと、見にか何歳ぐらいから履けるの？なぜ広げる？そうですかね、なんかめちゃめちゃ吐きがちなんですよ、すごい。でも最近コントロールできるようになったね。あ、まあね、そこはさすがにちょっと栄養分もありますんで、うんうん、すごい食べ放題行って、うん、いくらでも入りますね。食べてそれもったいない。もったいないからね。基本はね、基本もったいないからね。水側はたまったもんね。あんだけ前出しといてみたいな。はい、じゃあこちらに聞いてみましょうか。じゃあ、ゆきのさん、何か特技ありますか？私ですか、うん、私は、うん、なんだろう、あの、パーマして読むお先に、じゃあ、僕、あ、じゃあ考えますか？考えます。あ、わかりました。じゃあ、ったかな、そうですね、野上さんいきましょうか。夢の話じゃなくて、あ、夢か、特技選択制。選択制。夢か、特技。昨日の夢か。あ、俺やっぱレジェンドは聞きたいけどね、夢か。じゃあ最新の最新の夢の話なんですけど、はい、なんか私が誕生日で、はい、で友達の車で、うん、車の後ろの席で、うん、寝転がってたんですよ、うん、そしたら友達がそうサプライズを仕掛けようとして、なんか誰かと電話してるんですけど、うん、電話しながら「はい」ってプレゼントを出されたんですよ、うん、本当にありがとうって言って、うん、私なんかコンタクトなんですよ。でそのコンタクトをつけると目からビームが出るんですよ。夢すごい、本当にビーム出るって言って、すごいゆり子ありがとうって言って、ゆり子本当に嬉しいって言って、うん、でもそのゆり子さんは、もう、うん、いいよいいよって電話しながら、うん、いいよいいよ本当にありがとうみたいな感じの夢を見たよってゆり子に言ったら、うん、何でも喜んでくれるねって、はい、言われた。
ゆり子さん寛容っすね、すげえ。うん、何でも喜んでくれるって。家からビーム出たらその周りどうなってんだろう。車の中ですね、車内ですもんね。なん別に誰かを傷つけるビームじゃなくて、うん、ただ単に赤外線のように出るんですよ。シュって、はい、赤いビームが、赤いビームが本当に赤い光が、細い赤いビームがずっと出てて、なんかライトみたいなのを照らすとさらに出るんですよ。あ、見えない、あ、可視光線だけじゃなくてその見えない光線も出てるってことですね。そうです。で、なんか鏡見ながらすごいよゆり子ってずっと言ってるっていう夢。何があったんですかね。あ、面白い。はい、じゃあ遠藤さん、なんか夢か特に。やっぱ夢しよう。夢ここ数年見ないんですよ。ああ、でも僕もそう、結構なんかあんまり、うん、めちゃくちゃ寝れてるってことですか。いやー、でもそうでもないと思う。そうでもね、え、朝起きても体の疲れて取れないですか。18歳も18歳も実はおばさんとかじゃない。いや、大丈夫、それが特技かもしれない。あ、夢を見ない、疲れやすい、疲れが取れない。ダメじゃん。あ、じゃあ特技は逆に。特技も人並みになくないすごくダンスが。あ、ダンスが。じゃあなんか経験とかは終わりだったりするんですか。経験はちょっと手出したぐらいなんで、手出したそんなにうまくないんですけど。手出した。でも かじったぐらいじゃないぐらいうまいんですよ。おお。ジャズと、あとヒップホップと、お、あとなんかコンテンポラリーっていう、わかります、わかります、うん、よくわかんないのやってます。うん、あ、そうですね、あのなんていうか、その身体表現って言った方が、なんか創造性が高い、うん、なんか モダンな感じのやつとか、そんな感じですね。はい、そんぐらいですかね。いや、でもなんか全然ね、そういうところというか、ダンスがやると映えますよね。うん、なんかね、この二人でね、歌ったり踊ったりして、ね、あ、振り付けたのでも今回も、お、ちょこっとだけ、ちょっと話はなかったけど、男性的な、お、ダンス、ちょこっと、お、10秒もないぐらい、ちょっとまさかの楽しみがちょっと増えましたね。うん、ぜひ、からの、からの、ゆきのさん、夢ですか、夢か、うん、それか特に、まず夢か、特に夢から、夢を、うん、昨日見た夢は、はい。それで寝る前に夢の話じゃない、うん、夢じゃなくて、友達と電話してた、はい、友達が裁縫、学校の課題の裁縫をしながら電話してて、うん、相手に指差したって電話してたんですね、うん、その後寝て、夢の中で友達が相手に指差したって指針が貫通して私がお前アホやんって言って後ろ見下がったら、うん、でっかいカエルを踏んだっていう夢。これなんかね、夢占いとか聞いてみたいですね。何なんだろう、うん、びっくりじゃない、なんか指貫通することも言うし、なんか私カエルがすごい嫌いなんですよ。あ、こんなでも怖くて、うんうん、子がいなかった、こんなんでも避けるぐらいの怖くて、うん、こんなカエルの中でいて、もうなんか、うん、ギャーギャーとか踏んじゃってね、はい、もうびっくりしました、うん。まさかの夢の話広がりましたね。おで、僕が思う特技、まあ、ゆきのさんの場合だと一番前に並ぶ、感激で本当になんかツイッターとか見ててもなんかその公演の、まあ、まず一番最初に絶対ついてるんですけど、そうですね、なんか会場のさらに30分前とか好きな、ね、ものは、はいはい、早と思って、うん、なんか例えば自分がこれから行くっていう作品ではあっても、うん、なんかもう並んでるっていうツイートとか見て早と思って、じゃあこれからどうするのって思うんですけど、ね、まあ、好きだから早く並びたいっていうのもあるんですけど、うん、私自体あの物事に遅れるのがすごく怖いんですよ、うん、あ、なので会場が例えば11時だったらもう10時半には行きたいんですよ、うん、まあそこは、うん、でもそれ着くまでに電車がもし遅れるかもしれない、うん、なんかこう不安感に規制されてるかもしれないっていう、そうするとなんかいつも30分前じゃない、うん、さらにね、さらにだから計あの開演からは1時間前ですからね。すごいよ、ね、大体もう本当に公園では真ん中に、ね、一番前の真ん中に座って、僕はその隣に座ってなぜかその隣に空いてたりするんで、はい、入ったりするということで、はい、それも得意かなと思いますけれども、はい、じゃあ続いての質問はこちらです。なかなかね、面白いですね、出てきますね。すごい、すいません、じゃあ質問を考えた時に、うん、
これ本当だと。ああ、そうか。ね、37.7度さんから、影響受けた。変える？あ、変えちゃう？変えちゃう？じゃ影響受けた。読み上げて、読み上げて。じゃ劇団で影響を受けた劇団またはお芝居はありますか？なんですが、まあ、ちょっとね演劇とかとは。もしかしたらそれほどインスピレーションというか、うん、影響というよりは、うん、まあ、例えば影響を受けた何かアーティストとか、うんうん、方とか、あ、私は芸人さんだと、うん、エレキコミックさん、あ、なんか聞いたことある、眼鏡かけてるんじゃなかったですね、あれ、天パの男性と普通の顔の男性エレキコミックさんっていう、うん、はい、あのまあラジオとか舞台で今活動してる芸人さんのボケの方の八ツ井一郎さんって方にすごい影響を受けて、あのすごい感銘を受けたコントがあって、それがあのなんかコントの中で女性器の名前をすごい連発するっていうコントだったんですよ。これぐらいでやめてコントだったんですよ、うん、はい、で私はすごいずっと、うん、なんで男性器は結構言っても笑いになるのに女性器はダメなんだろうってずっと思ってて、でそのその時にその時にそのコントがバッて目の前で繰り広げられて、うん、私が思ってたことはこれだと思って、あ、これも笑いにしてくれるんだ、うん、あ、すごい、もう一生ついていきたいと思いました。結構なんかそういうあの、まあ、ライブとか歌もそうですけど、うん、やっぱり自分のなんていうか、まあ、代弁者というかいう部分があって、はいはい、うん、それはまさかそのコントに反映されてて、ね、うん、まさにその時の自分にもうなんていうか反映されてくるような作品だった、うん、はい、はい、なかなか濃い作品かなって、もうなんかびっくりな話、面白いとね、面白い人ですね。まずこちらに、ね、そうですね、本人人並みに吐けるところで、私の人はもう完全に受けまくりですよ。なかなかその表現聞かないですよね。人並み、人並みじゃない。すごい、すごい、面白い。レジェンドは。レジェンドはね、やっぱロックだからね、はい、やっぱ内田裕也さんとかにやっぱ憧れてるね、やっぱり、やっぱり金髪にやっぱロン毛ってやつ、ね、ハゲ散らかしてね、ちょっとサングラスもやっぱり内田裕也がやっぱで杖持ってみたいな、シグナベルみたいなロケンロロケンロって感じね、もう飽きたわ、もうもう飽きて本当に影響きました。本当に本当にもう泣きそうだよこれ、こんなの本当に影響きました。受けた受けた、あ、本当に受けた。ちなみにもね、基本それでコント、まあ、音楽からそのコントにっていうのがあるんで、うん、そうだね、まあ、例えばこれコント関係は、なんか結構自分でやりたいことをやるっていうのが本当によく分かる方なんで、うん、なんかあえて影響を受けない方が、ね、逆になんかオリジナリティ、いやだから何も分からんのがポンと入ってるから、うん、なんかこう影響を受けたとかあんまないんだよ、うん、これからなんか受けていくかもしれないけど、うん、今のところはないよね、今のところは、やっぱ自分のロック魂を信じて進んでいこうかなってなんかこのサングラスを外した瞬間に人が変わりそうな感じがしますけど、いや、まあ、やめときましたね。そうですね、今は外しちゃうと、今日はもうダメだね。そうですね、もうダメだね。はい、わかる。あ、じゃあ、まあ、あえて、ね、皆さんに聞いておこうかな。まあ、劇団、まあ、あるいは、はい、それお芝居に影響を受けた。影響受けた、はい、影響受けた。ね、じゃあ、ゆきのさんは。私ですか、私はすごく、ものすごく、はい、好きとかそういうレベルではないぐらいの、なんか愛してるレベルのすごく名古屋に好きなお芝居劇団さんがあるんですけど、もうなんか今回あえて口言わないもうすごく好きなんですよ、まあ、みかんさんですね、はい、言っちゃった、なんかいろいろ地方とかに行くんですけど、みかんさんって言っちゃう、青木みかんさんすごいんですよ本当に、あ、本当にわかります、ね、東京公演とかにね、はい、足運んだり、あの名古屋もねえ、もちろんフルフルしだして、はい、仙台も今回行きたいとかもちょっと予約したんですけど、あ、よ、あ、もう予約した、もうこれ行くしかないですね、もう行きます、うん、あとはあと札幌かちょっとあの福島でちょっとどっち行こうかなと思って、うん、そうです、まさにツアーですからね、そうなんです、でそれはまあ別に名古屋だけ見ればいいじゃんっていうねのは通じないですよ、ちょっと違うんですね、ちょっとそれがまあ近々ね公演があるということ で、 やばいです、ね、東京公演からね今回始まるということなんで、ちょっと追っかけっていう感じになるかもしれませんけど、じゃあ、野上さん、なんか影響を受けた影響を受けた劇団とかお芝居、
なんかあるかな。結構オリジナルですか。うん、そうね、オリジナルだよね、なんか。そうだね。影響。まあもちろんね、やっぱり、はい、あの演劇、まあ高校演劇とかしてれば先輩からね、やっぱりなんか影響を受けたりはあるかもしれない。はい、結構気が強いのですね。ああ、そうなんですよ。すごい口が悪かったんですよ。先輩、はい、今先輩にもちょっと大丈夫ですよ。ちゃんと意見を言えるさっきからすごい、いや全然すごい柔らかいあの雰囲気があるんで。本当ですか？うん、今はまあなったんですね。っていう。自分の意見をちゃんと言えるから。はい、あ、よく言えば先輩ってやっぱりどうしても先輩に言われたことをやっちゃうね、それを、うん、この子はちゃんと先輩に対してもなんか、うん、下手くそとか結構言ってたんですよ。なんでなんか影響を受けることもなく、うん、あ、そうなんだ。やっぱりその先輩のまあ受け入れる部分は受け入れられたりとかも全部弾いた。全部そういうやつだったんですよ。そういうやつ、本当クズだったんですけど、まあ、今はそんなことないですよ、もちろん。でもやっぱりその自分のまあ意見だったりとかやりたいこととかはもう、うん、もう確固たるものを持ってるみたいな。そうです。はい。そういうことです。ね、これが今回の作品に、ね、反映されてる。うん、てかまあね、さっき野上さんの色が出てるってことだったんで、はい、強いんですよ、色が、色が楽しみにしています。はい、じゃあ遠藤さんどうですか、影響受けた。なんかあまり私観劇に行く回数少ないんですけど、うん、でも見に行ったお芝居とか、はい、見に行ってすごいなって思った人は全員影響っていうか、あ、なんかそう取り入れたりとか、うん、普通にテレビ見ててもあこの人いいなって思ったら、うん、なんか誰でも影響受けます。あ、影響受け、まあ、受けやすいって言い方ですけど、受けやすいっていうかスポンジのような、あ、自分自身確固たるものがないので、うん、あ、そう、とりあえずいいとこもらっとこうみたいな、うん、そんなスタンスなんで、逆にすごい羨ましい。それがいいよ。それがいい。だんだん吸収して自分のものにしていくっていう、うんうん、パターン、まあ、これから、ね、楽しみな感じはしますよね。できてればの話ですけどね。頑張ってやっていこうなみたいな感じはありますけど、じゃあ最後の質問ですかね、こちらです。またざっくりしますね。さっき夢的にもうさらにざっくりしますけど、じゃあこれレジェンド、なんか嬉しかったことありますか。嬉しかったことね。これロックですか。ロックじゃないです。ロックじゃない。変えましょうか。変えちゃおう。いやいや。変えちゃおうよ。これ。よ。変えちゃおうぜ。よ。今日はよ。変えちゃおう。よ。じゃあ変えちゃおう。じゃあ。これみんなにやっぱね、みんな人それぞれ大事なものってあると思う。大事な。そうですね。でね、僕はやっぱその大事なものっていうのをこうみんなに3つあげてほしい、ね。多いな。欲張りだからみんな。はい。あげてほしい。特に何。ここで特にないけど。いや、あるはず、絶対探すの。やっぱ嬉しかったんでしょ、しません。やだ。いや、大事なもので。大丈夫ですか、うん、大丈夫ですか、大丈夫ですか、吉岡さんなんか。うん、トップバッター怖いから。3つ。じゃあ、まずやっぱりお金。うん、まあそこね。うん、まあ、何よりあった方がいい。もちろん。たら、お金です。はい、じゃあ、愛。はい、もう、これもあった方がいい。何よりあった方がいい。何よりやっぱり最後は、うん、普段応援してくださるモニターの向こうの皆さんです。 ありがとうございます。お金から始まってどこに来るのかなって、若干心配しましたけどね。ロックだよ。なるほど。まあそれありきでやっぱりその声も打てるというか、はい、いうのもありますしね。じゃあ受けてっていうのはあれですけどね。え、じゃあ遠藤さんなんかそれはなんかあんまりないみたいな。まあさ、うん、大丈夫。ある程度束縛のある自由と、お、これは結構生々しいですね。1個目から、うん、なんかね、リアリティのある、うん、やっぱりお金と、うん、やっぱ一番大事なのは人肌です。あ、寂しいの大丈夫。そうなんです、寂しいです。寂しいです心から同意。心から同意。やっぱ自由でも、うん、遊べる人とか、うん、人肌がないとやっぱ寂しいんですよ。あ、大事です、うん。やっぱりちょっと束縛されるというか、ね、やっぱ自由すぎると何していいか分かんないんで。あ、じゃあある程度ちょっと連れてってもらったりとか、まあ、いろんなものを紹介してもらったりとか、何時からバイトがあるよみたい、うん、じゃあ午前中どうしようみたいな、このある程度の束縛ってやっぱ大事なんです、うん、
あ、なるほどね。今だね。じゃあフリーターを的にはじゃなくてね。うん、はい。あ、やっぱりそういったものがあって、まあ、やりたいこともちょっと、まあ、ありきだけども、やっぱりその辺は、まあ、やるべきこと、やるべきことがあってっていう。そうそうそう、そういうことなんです。はい、よくわかりました。はい。じゃあ、ゆきのさんどうですか。私ですか。はい。私まずね、1個はチケットの半券です。チケットの半券も。わかる。すごいわかる。うん、前までちょっとコルクボードに貼ってたんですけど、うん、ちょっと貼り切れなくなっちゃって。すごい。そうですね、それに言ってますからね、それから。最近も1年前のやつとかがずっと財布の中に入って、財布がパンパンなんですよ。この前ライちゃんに、ライちゃんじゃないや、この前友達にその話をしたら、手帳に貼ってそれを干渉できるようにしたらいいんじゃないって、うん、はいはい、うん、今度作ろうと思ってます。あ、まあ、いわゆるスクラップブック的な感じで、はい、僕も結構ライブ行くんですけど、その半券全部取ってますからね。なんかえらい、まさにそのえらい数になってきて、もうパンパンっちゃパンパンですね。捨てれないですよね。捨てれないですね。それたら怒りますね。見ただけでなんか、うん、あーって思い出します。思いますね。やっぱあの半券って結構オリジナルで作ってね、いらっしゃるところ、まあ、演劇もライブもそうですけど、あとサイズが変わってきたりとか、昔こうだったねっていうのをちょっと思い出したりすると、あーってなるんですよね、本当に。それわかりますね。じゃあ、岡本さん。一個だった。なんで笑うんですか。なんで言うのかなと思う。大事なものは、一つ目が、はい、演劇。お、来ましたね。優等生。から。なんか今の中ではなんか違う方向に。はい、大丈夫、はい。二つ目が、うん、発想。発想。発想。あ、発想です。発想って。発想って。あ、ねえ。発想。発想って。発想ですね。イマジネーション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 。イマジン。イマジン。イマジン。あ、これ想像してごらん。想像してごらんみたいな。想像してごらんみたいな。で、3つ目は、はい、ここ。肩じゃねえか。若干ちょっと上だったけど。ラーメン、ラーメン、ラーメン、ラーメンも大好き。あ、そうですか。ラーメンも大好きなんですけど、ここ。ここ何個？肩。ショルダーじゃない、ハート。ショルダー。何回やんの、まさかこっちから振られると同じ肩で言うと分かったよ。あ、それは、まあ何か。それはやっぱり心っていうのは、まあ、さっきからね、強い心を持っているみたいな気はすごい感じますけど、熱い気持ちが何よりも大事。なんでだんだん声が小さくなる。大事大事ということで、はい。で、そこはやっぱりまあでもやっぱりちょっと強調というか、まあ、先輩とかとはうまくねありましたけど、やっぱりちょっとこうやってまあね、その、まあ、勝手したら中であればついてくる人がね、ちゃんといるというか、やりたいことに大丈夫ですよね、遠藤さん、なんかちょっと怖いからね。怖くないよね。怖くないです。今の間はちょっと間が間がいや、真面目に怖くないですよ。うん、やっぱりそうやって、まあ、気持ちがいいというか心が強いからっていうことでついてくる人もいるということで、いい先輩だよね。それ、その質問はその質問はいい先輩だよね。3つ褒めて、3つ褒めて。おお、はい、お、積極性が高い、積極性が高い、積極性が高い、高い、二個目に出てる。積極性が、あ、すごいドラえもんのモノマネが。じゃあこれは最後にね、やっていただかないといけないですね。のみだよ。のみドラえもん。モノマネが好きなんです。あ、今この前アニメやった。スタンドバイミーみたいな、うん、宣伝のドラえもんの、うん、のび太くんの声がすごい似てる、はい、うん、じゃあやっていただきましょうか。どうぞ。いいですか。はい、よ、いいですよ。 CM をちょっと思い出してくれ、うん、はい、あんま顔は映さないでほしい。じゃあ顔映さない形で。俺映してくれ、俺を。なんで、なんで、俺面白い。じゃあレジェンドをちょっと映していただいて。はい、3、2、1、はい、僕がいなくてもちゃんとやっていける。あ、これは新しいドラマですね。ここです。僕がいなくてもちゃんとやっていける。トライバー。
あ、すごい。似てる似てる。っていうか、なんか新しいね、そのいわゆる、まあ、新ドラえもんと。そばにいたいよってね。あ、意外、まさかね、その2キャラできると思わなかった。素晴らしい。いろんなものまねってるのが好きなんですよ。びっくりした。ね、私もすごい楽しみにしている。アナゴさん、それは何だ。それは何ですか。これはあえて言わない。あえて言わない。それはあえて言わない。はい、ということで、はい、もうあのね、1時間半ぐらいもお送りしていますけど、はい、もう最後までね、ご覧いただいている皆さんありがとうございました。次はですね、次回あの放送日が実は決まっておりまして、テロップは出ないのかな、出ますかね。はい。はい、5月27日水曜日、はい、今度はね、ちょっと7時からを一応予定しておりますので、はい、今ね、決定しているゲストさんは、ちょっとこちら、まあ、チラシをお持ちしたんですけれども、スネプロデュースさんと鈴木達郎さんの合同演劇公演ということで、はい、コメディ、こちらもね、コメディ2本立てということで、はい、ちょっとこちらに皆さんに来ていただくことになっておりますのと、ちょっと久々ですね、もう本当に老舗中の老舗、劇団名古屋さん。はい、そちらに来ていただくことになっております。また随時ですね、またこう、追加の団体さんも見えるちょっと感じでは今ありますので、またね、随時、ツイッターとかで、お話をしていきたい、ツイートをしていきたいと思います。はい、今ちょっと出ましたが、ツイッターのアカウントがございます。はい、こちらですね。はい、こちらのアカウントがありますので、ありがとうございます。じゃあ、参加です。はい。はい、こちらの方で、まあ、今日のね、視聴知らんごよ。ありがとうございます。はい、この番組の、まあ、アーカイブとかね、はい、あとはそうです、ね、最新のさっきの情報ってあるとか、まあ、あとたまに中華の写真とか動物とかね、水族館の写真とか載ってきたりするんですけど、乗っ取られてはいませんので、はい、まあ、ほぼ個人アカウントとか、たまに皆さんと会話、この皆さんと会話したりしてることもありますけれども、はい、そんなアカウントでありますので、ぜひフォローしていただいて、はい、無理だったら、まあ、離れていただいて、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。あと、M ちゃんではですね、来ていただけるゲストさんを募集しております。はい、こちらですね、お問い合わせは、はい、こちらまでということで、はい、こちらに連絡いただきますはい、MJ が、はい、やり取りさせていただきますので、はい、実はもう6月ぐらいまでね、もうポツポツと実はもう決まっている日にちがありまして、もうだいぶ実は公演がね、意外と立て続けにあったりして、毎回あるんですけど、3団体4団体とか結構ありますので、ぜひこちらの方にまず連絡をいただいてから、ちょっと調整というか形でさせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。あ、ね、書き込みいただいたレジェンドのせいでテロップ用意してくれたスタッフさんすいませんってずっと同じ方書いてらっしゃいます多分まあね、イモニーの皆さんの関係者の方かと思われますが、はい、はい、MJ さん 37.7 度、はい、の皆さんありがとうございましたということで、はい、ぜひね、公演も楽しみにしていたいと思いますので、はい、じゃあここで改めて今回来ていただいたゲストさんを改めて、紹介していきたいと思います。新栄トワイライト番外編一般公募の演劇公演から37.7 度さんの、野上ゆきさん、はい、はい、ゆきのゆきのさん、はい、ゆきのゆきのさん、はい、遠藤ひかりさん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、そして芋煮制作委員会から、演劇ユニットリバースさん吉岡遥さん、はい、はい、そしてコメディ集団 GDHPR、 この後で HPR になる予定、はいはい、森レジェンドゆうきさん、ありがとうございましたそれではまた次回お会いいたしましょう。さようなら